皆さんこんにちは。自信の勝負レースを紹介するうまい勝負レース、今週担当させていただきますマジック馬です。よろしくお願いいたします。私の今週のうまい勝負レースはエリザベス女王杯となります。今回はこのレースで注目している馬を2頭紹介したいと思っています。1頭目はランブリングアレイになります。この馬は小馬に入ってから一気に力をつけた印象で、昨年の愛知杯や今年のビクトリアマイルを物差しにすれば、このメンバーに入っても十分戦える一頭だと思っています。小馬になってから馬券を外したレースが合計で3レースあるのですが、いずれも自分の中では理由付けができていて、前走のオールカマーはスローの先行有利レースで展開向かず、5走前のターコイズステークスは外枠から終始外外を回される厳しい内容、7走前の小倉記念は先行勢壊滅レースの先行馬といずれもノーカウントにして良い内容で、前走の敗戦で人気が落ちそうな今回は絶好の狙い目になると考えています。加えて 2200m で行われるエリザベス女王杯において非根幹距離の実績も重要だと考えています。過去5年のエリザベス女王杯で馬券になった5番人気以降の馬合計6頭いるのですが、そのうち4頭が非根幹距離で重賞勝ちがある馬でした。ランブリングアレイ自身、非根幹距離の実績は4011と得意にしており、重賞の中山牝馬ステークスも勝っておりますので、過去傾向からも強調したい1頭となります。2頭目はステラリアになります。前走の秋華賞では本命で狙ったのですが、スタートの出遅れに加え1コーナーでポジションを下げざるを得ない不利があり、結果差し届かず6着という内容でした。スタートと1コーナーの不利がなければ馬券圏内まで見えた内容だと思っていて、個人的には悔しい一戦となりましたが、今回エリザベス女王杯に出走ということでランブリングアレイとの兼ね合いはあるものの、早くもリベンジの機会が訪れたなといった印象で、この馬は見ています。強調ポイントといたしましてはもう1点ありまして、斉藤隆厩舎の関西圏の内回りコースですけれども、外回りコースと比べて副賞券で 10% 以上成績が上がる得意条件となります。これは秋華賞と同じところとなりますので、引き続き評価ができるポイントかなというふうに思っています。今回上位人気が予想される赤い鳥の娘との対比で見れば、素質は遜色ないと思っており、今年の3歳馬の勢いは言わずもがなですから、オッズと実力の観点から言うと妙味が出そうな、ここは絶好の狙い目かなというふうに思っています。最後に人気馬で今回評価を下げたいと思っている馬を発表したいと思います。その馬はレイパパレとなります。血統的にはスピードで押し切ることが可能な京都開催のエリザベス女王杯ならば本命も考えた馬なのですが、阪神 2200m となると、適正面で不安が残ります。前走のオールカマーはインの先行有利レースを先行し、直線伸びきれず4着。2走前の宝塚記念もスローの先行有利レースを3着と馬券内には入りましたが、この展開でユニコーンライオンをかわせなかったのが個人的にはどうだろうかというところで、いずれもですね 2200m の適正において不安が残る内容が続いています。今回は G1 ですから金2走と比べるとタイトな流れになることが予想され、先行勢はスタミナが要求される可能性が高いということ、先週の阪神の芝レースを見る限り徐々に外伸び馬場に変わってきているのかなという印象を受けておりますので、この馬自身ですね、先行して押し切るような競馬で結果を出してきていますから、展開面で合わない可能性が高いかなというところ、以上2点を考慮して、ここはですね、走られたらごめんなさいというところで停止する予定で現状考えております。私の推奨したエリザベス女王杯の印と詳しい買い目は当日の天候や枠順などを加味した上でネット競馬うまい馬券で公表いたしますので、ご興味のある方はぜひそちらもご覧ください。また今後も予想家自身の勝負レースを配信いたしますので、チャンネル登録をして通知をお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。